株式会社調布製作所は山口県下関市調布に本社を置き、給湯機器や空調機器など住宅設備機器の製造販売を行うメーカーである。給湯機では国内大手であり、石油給湯機と太陽熱温水機の生産シェアで国内トップクラス。当初一部上場企業。キャッチフレーズは快適をもっとたっぷり。山口県下関市に本社を置く。 住宅設備機器メーカー。主力製品には、石油給湯器、ガス給湯器、エコ給湯、ルームエアコン、太陽熱温水器、システムバス、システムキッチンがある。近年は、技術でエコを変えていくをテーマに、省エネ製品に注力している。グループ会社は、親会社である同社と連結し、会社4社、非連結し、会社1社、持ち分法的用会社2社から構成されている。 2020年12月期におけるセグメント別売上高比率は、給湯機器が48.3%、空調機器が41.9%であり、この2部門で売上高の9割を占めており、同社の主力部門となっている。海外輸出に関しては、2008年12月期に空調機器の輸出売上高は約50億円あったが、円高や安価な 中国製品が欧州市場のシェアを拡大していることにより、リーマンショック以降は20億円まで落ち込んでいる。従来のエアコンは日本の商社経由でイタリアやギリシャを中心に販売していた。その後、2010年にはイタリア、フランス、ドイツ、英国の空調機器メーカーと販売契約を結ぶ計画を立て、欧州戦略を再構築するを図ろうとした。 2018年の海外戦略では、同社は価格勝負ではなく、欧州、米国、オーストラリアを中心に、環境配慮型の付加価値の高い製品を輸出することで、海外市場の強化を図り、売上高の海外比率を現在の5%から10%へ高めることを目標に掲げている。自己資本比率に関しては、93.0%と、 極めて高い水準であり、上場企業の中でもトップクラスである。世界初の石油瞬間湯沸かし期1954年7月に農機具メーカーとして創業。当初は山口県経済農業共同組合連合会の調布工場を譲り受けて製品を製造していた。やがて乾燥機用の遠油バーナーの改良に成功したのを機に現在の主力製品である。 石油給湯機器への石を作り上げた。1963年には家庭用温水ボイラの製造を開始し住宅設備業界へ進出を図った。1969年以降は農機具メーカーからは完全撤退し住宅設備機器メーカーに転身する。1971年には同社が先駆けて石油瞬間ボイラの開発に成功したことで 超ボイラの名を一般に拡大させ、西のソニーとも評された。1979年の広島証券取引所、上場時には、額面で一株50円の株が、日本最高値の3700円に達し、自社株式の7割を保有する同社の社員や、OB から億万長者が続出し大きな話題となった。この出来事により、会社を去る社員が多く現れ、中でも、 幹部社員らが競合するボイラー会社を設立したことは痛手であり、当時社長だった川上ヨネオは上場はしくじった。やめておけばよかったと悔しいんだ。同年、太陽熱温水器を製造販売を開始、その後も人工大理石浴槽、システムキッチンなどの製品を多角的に開発している。2000年代に入ってからは国内人口減少や 新設住宅着工数の伸び悩み、消費税増税などによる経営環境悪化を見据え、企業買収による新規市場参入や資本、業務提携などを進めている。2007年7月1日、サンポットの子会社化では、同社の持つノウハウをもとに暖房器具分野へ進出し、2017年3月23日、大阪テクノクラートの子会社化では、社内に エンジニアリング部門を新たに設け業務用、給湯機市場への参入を図った。2015年12月11日には、同じ給湯機器メーカーである能立との資本、業務提携を締結した。この提携により、安定的に、商品、サービスを提供できる体制を取ることを目指している。調布製作所東京支店エコジョーズエネファーム用、リモコン現在の提供番組過去の、 提供番組テレビ朝日系列、TBS 系列日本テレビ系列現在過去。ありがとうございます。